いやー、夕まつめだよ。あ、きれいきれい。きれいですね。うん。あ、その時よくでも次を。はい、よろしくです。はい。まあ、本当いい魚と出会えれば、もう一本でも、うん、いい魚に出会えれば。暑いな。まあ、楽しそう。夕まづめ、まずは初めての場所なんで状況わかんないで、少し広範囲に探りたいんですけど、まあ一般的に広範囲、僕がまあ広範囲に探るときに使う、まあ、パイロット的な SPM の55、まあ、もちろん朝食、インクスから朝食から、これでまずはサーチしてみたいと思います。よっ、はい、あ、来ましたよ。あ、外れた。かかってたの？外れちゃいましたね。いきなり今回。いきなりでしたね。こういう時に俺に釣らせろ。そう、まあ、僕のプラッキングっていうのはまず、あの、特に初めての場所っていうのは、まあ、魚の感覚が分かんないんで、まあ、広範囲にこう扇状に探りながら、もう表層から僕はまずチェックを入れます。なのでキャストして、まあ、着水したらもう糸吹けを取ったらもうすぐ表層を巻くと。まずはこれです。はい、あ、来たよ、来ました。おお、幸先いい。うわ、何今日の浮いてますね。よいしょ。マズメの魚。お。ちょっと待ってね。いきなり一匹目。いきなり一匹目ですよ。もう表層ただ巻き。ただ巻き。はい。わあ。いきなりサーチのあの表層ただ巻きでいきなり。そうですね。いいね。いいですね。幸先いいですね。うん、すごいな。瀬戸内の春来たな。はい、春ですね。もう、うん、もうしっかりフロントフックを食ってきてるんで、もう活性が高い証拠です。いや、いいサイズ。最初はいいサイズですよ。うん、もう十分ですよ。よし。どんどん行こう。はい。いや、嬉しいな。こんなに。ねえ、幸先よく1匹目と、ありがとう、1匹目がこんなに幸先よく釣れるなんて思わなかったですね。さて、釣れますね。もしかしてこの夕まづめのこうチャンスタイムというか、活性の上がった時間で表層を意識したのかなと。プラグぐらいですか。もプラグですね、本当。うん、SPM55 朝食、うん、じゃあ引き続き2投目を、まあ今まっすぐ投げたんで、まあ少しずらして投げてみようと思います。はい、着水、糸吹きを取って巻きます。今もう表層の巻きだけで食っ
てくれたんで、おそらく同じ状況で食ってくれるんじゃないのかなと。で、例えば同じやり方して、あ、当たった、食った、あ、外れちゃった、食いましたね、喋ってたらうん、これは浮いてますね、浮いてますよ。もう一回同じとこ投げてみようかな。はい、もうほんとただ巻きで表層を漂わせる、それだけですね。ハンドルはね、だいたい1秒間に2回ってもいかないか、あー、また外れちゃった、すぐ外れちゃいますね。実はね、今外れたのも同じところであそこ溜まってんのかな。もう一回同じとこ投げてみます。何かあるんですかね、あそこに。ハンドルは1秒に1回転ぐらい、1、2、3、でロッドは少し立てて、ロッド立てるとラインに角度ができますんで、表層を巻きやすいです。あ、出なかった、あ、出なかったね。やっぱり同じとこばっかりはダメですね。ではまた正面に投げて釣れるかな。はい、竿を立てて表層意識して、あ、当たったけど、あ、よし、来た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 来ました来ました来ました、超楽しいお、サイズアップしました、3センチぐらいサイズアップしましたよ、これ。サイズアップ、サイズアップですよ、ほらよ、ほら、いいサイズ、ちょっと3センチぐらい大きくなったな、うん、ちょっと大きくなるからね、そうかもしれないです。でもほら、フロントフックちゃんとね、ルアーを認識して餌だと思って食ってきてると思うんですよ、これ。ルアーは何？ルアーは、ちょっと外れちゃいましたけど、先ほど同様 SPM の55スプリンググリーン、インクスの朝食カラーですね。よく引きます。うん。流れの中のブルーだからですね。ねえ、これ瀬戸内の楽しさだよね。うん、ほんとね、ブルーはよく引いて楽しいですね、ほんと。しかし、こう、のっけからできないスペースが良すぎない、ね、いいですね。ちょっと、出来すぎくん、やっぱりさ、ここ今、あの後ろでね、はい、あの三脚にこれ照明立ててたけど、撮影のために、はい、普段こんな広島山口の人ってこの闇磯でやらないですね、あんまりやらないですね。魚残ってるんだよね。そうそう、そうなんですよね。いるとこにはやっぱり魚残ってますよね、うん、でそれをあのアングラー側がまあ見つけてないというか、うん、そういったところもあるのかなと。ではここで少し変えようかな。一回ルアーを変えます。変えるというか、今そこの5センチ程度の大きさのね、もので食ってる、で、で、当たりもよくある、なのでサイズを大きくします。おお、でサイズを大きくする、まあ狙い
の一つとしては大きいサイズが釣りたいなと。ビッグベイト、ビッグフィッシュ。で、プラス、まあ、大きい、イコール先ほどの、ルアーよりかは自重が重たくなるので、より広範囲を探れると。まあ、今その届く、さっきの SPM55 で届く範囲っていうのは、まあ、ちょっと打ったので、ザザッとですけどね。なんで、今度は円筒性を持たせつつ、シルエットを大きくして、サイズも狙う。沖を狙いつつサイズをアップさせるというちょっと贅沢な。で、カラーはブラウンホロリウム朝食ですね。よいしょかな。SPM。これでやってみようかな。で、SPM って本当にね、よく飛ぶんですよ。だから本広範囲に探りやすいルアー、これね、本当アングラーの武器に、ね、なるんですよ、こういうのが。はい、着水。今着水ですからね。で、同じく表層から。で、浮いてれば、あの、沖でもメバルは食いますからね。浮いてれば。この大きさでも十分。活性も高ければ食ってくれます。で、これを、投げて通してみて、じゃ釣れないよってなれば、あ、じゃあ大きいのは食わないのかなと。これ一つのまた次の手につなげるためのまあ選択肢というか消去法なんですけどね。で、まあまた角度を変えて他のまだ通してないところ通してみて、で、これで当たるか当たらないか。いやー、喋ってる間にみるみる暗くなってきたよ。もう夜になっちゃいますね。おっと、食ったよ。食った。ほらほら、食いました。SPM75、しかもサイズがちょっとさっきより可愛いよ。釣れちゃった。75でも食うね。75でも食いますね。おっとっとっと、はい、ごめんね。ほら、しっかり。ゆうすけさん、はい、75でも食うだったら75の方がいいじゃん。そうですね。存在感は、はい。もうやっぱり大きい方が、もう今ね、賀来さんも言った通り、飛距離がね、やっぱり飛距離が出せるってことは、今まで打ってなかったところより外のね、打ってみんなが打ってきた場所より、さらにね、打ってない場所っていうのを打てるっていうね、魅力的な要素がありますよね。取れない。でも、そのルアーの存在感もあるし、やっぱり大きいメバルってね、大きいプラグ食ってくるんですよね。よいしょ。はい、メバちゃん。ありがとう。実はね、ここを、まあ、この30分ぐらいやって感じたことは、まあ、このショアラインというかですね、その少し欠け、まあ、こっちから言ったら欠け上がってるところに、もう藻が
生えてるんですよ。でさっき桃実際引っかかってきたんですけど、どうやらねその桃にねメバルがついてる感じがするんですよ。なんでまあ、ナイトゲームでもまあ機能するとは思うんですけど、ぜひねデイゲームでねプラッキングとかやってみたら面白いと思うんですよ。岩場の藻についてるやつはが食ってきた状態だ、うんうん、そうだと思います、はい、うん、あんた昼の方がいいかもしれない、うん、そうですね、昼も多分もうやる気のあるメバルって上向いてると思うんで楽しいと思います。じゃあ、次の機会にちょっとデイでここやってみようかね。はい、デイでいきましょう、はい、了解はい。さっき使ってたのがインクスプロトね。そうですね、インクスのプロトですね。7-3? これはですね、一番最初のプロトの 8-3 の一番最初のプロトです。結構強さを使ったんですね、はい、実はもう一発でかいのが来るかなと。いそうだし、いそうだし長さも欲しいので、次はそれ自分で市販のやつを買い取ったら、そうですね、はい、6フィートのもう何年も14、15年前の竿じゃないですかねこれ。もう本当にメバル、メバリングという言葉も出てたか出てないか分かんないぐらいの、まあ出てたかな。もう本当初期の竿です。ガイドのグリップも変えちゃった。はい、変えましたね。もともとはここからここまでストレートグリップだったんですけど、まあ、セパレートにして、うん、まあ、軽量化させて、でガイドはその当時トルザイトガイドっていうのが出たばかりで、まあ、自分も使ってみたことなかったんで使ってみたいなと思ってトルザイトの AT ガイド、なるほど、にの仕様にしてます。はい、ここはね、じゃん、ジェイドさん、こうやった方がいいかな、ちょっと見にくいかな、はい、インクスレベルのから出してるサスペンド中モデルのジェイド、これがねまた釣れるんですよ。サスペンドさせるっていうのはですね、何がいい、そのレンジにとどめさせることができると、それがもう最大の魅力ですよ。やっぱりね、何がいいって浮き上がって、まあ、釣れることもよくあるんです。ライジングで釣れるのもあるんですけど、それを嫌がるメバルって結構いるんですよ。でそこで同じレンジをずっと引ける、でしかもゆっくりも引ける、でこうちゃっちゃっとこうアクション入れて止めた時もまたそこのレンジでキープできる、これがね今までこの浮き上がる、止めたら浮き上がるフローティングタイプのミノ、止めたら沈むシンキングタイプのミノ、じゃあ食わなかったメバルをこれね釣ることができるんですよ。ありそうでなかったよね、そういう時は。そうなんですね、やはり塩分濃度の問題とかですね、いろいろ地域差もありますんで、そういった難しいところにインクスは挑んでいくということですね。チューニングしながら使ってください。そう、かっこチューニングしながら使ってください。これテロップが出るかな。はい、ドラグはちゃんと締めてますね。で僕もまあ基本なんですけど、まずは巻いて様子を見ます。でまあ巻きで釣れば、食えば先ほどのね SPM 同様すぐ答えは返ってくると思うんですけど、
まあどうしてもそういかないシチュエーションも多々あり、ほら薪で釣れませんでしたよ、ほら魚がついてない。じゃあ薪で釣れない、じゃあ次はどうしようかな。だからこう巻いて潜らせて止める。でよくねその巻いて潜らせて止めた後にドン、よくありますこれ。あ、見た？今パチャって言ったパチャって出ましたね。もしかしたら水面を意識してんのかな、はい。まあ、巻いて止める、いわゆるストップアンドゴー、これがね結構効くんですよ。メバルも着水して糸ふけ取って巻いて止める、巻いて止める。おろ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 、ついた見た見た見た来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 たよ。お、いいサイズだ。ほい、じゃーん、ほら来たよこれ、ナイスサイズよこれ。ほらほらほら、見て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 、じゃーん、はい、見てよこれ、いいの来た、いいの来ましたねちょうどあの巻いて止めるっていうのを解説してた時にちょうどハマったハマって食ってくれましたよ。いいメバルいいね、うん、いいサイズよ。もう全然もうこれぐらいでくれたら18センチ19センチ、もう全然いい。ほら見てフロントフックよ、よいいサイズ。もうねこれぐらいでね、やっぱりこのサイズをねいかにこう楽しんで釣るかっていうのもね結構重要なんですよこれね。よいしょ、はい、お帰りいただきましょう、ありがとう。あ、もうちょっと引っかかっちゃった。よかった、帰ってきた。いやいやいや、いい仕事ですいい仕事ですいい仕事、いい仕事してくれるんですよ、ほんと逆に